今日のトレたまはスマホにつけて利用するスマホ美顔器です。この小さな機械をスマホに取り付けますと電気が流れて 顔の筋肉を刺激してくれるというものなんです。これ実は2年前にトレたまで紹介したもの。そうですよね。そうなんですが、覚えています。これはまだ試作品なので、はい、電流が流れていません。あ、流れてないんですか。はい。そうなんですか。はい。2年前はですね、3D プリンターで作った模型とアイディアがあっただけで全然動かなかったんです。ですが今回は違いますよ。当てます。わー、ピクピクくる、びっくりした。あ、かなり電流がピリピリって流れてきますね。あ、目尻に当たってると分かりますか。この通り、そう、まぶたがピクピクしているのが分かりますよね。はい。このスマホのアプリで自分がケアしたい場所を選びますと、そこにあった電気の強さと流れるタイミング、感覚が自動で設定されているんです。もちろんこのように自分の好みで変更することも可能です。まあ、これだけでも十分なんですが、今さらなる進化を考えているそうなんです。わわ、なんか出てきました。はい、はい、実は美顔器を使いながらリアルタイムで肌のデータが取れるっていうものを今開発してます。肌の保湿量を測ることができれば、なんだか今日はちょっと乾燥してるのでクリーム多めに塗ろうかなとか、その日最適なメイクがデータから分かるようになるということだそうです。こちらスマホの機能を利用することで 7万円ぐらいかかる美顔器を2万円以下に抑えることができたということです。あの付属の保湿ジェルを塗ってから潤しながらこう使うだけでもとっても手軽なんですね。うん、なのであのスマホいつも持ってるので旅行先とか仕事中なんかにも使えちゃいます。コンパクトですけど結構本格的なんですね。本格的でした。トレンド卵でした。